まあ、塗装をするにあたってですね、いろいろな、まあ、気になる点とかあったと思うんですけども、その初めその塗装出して出来上がってきたのがインナーですよね。そうですね。そのインナーが出来上がってきた時ってどんな気持ちやったんですかね。まあでもとりあえず想像してた以上のものが来て、はい、それに行って車積む時びっくりしましたね。あ、もうそんなに衝撃が、はい、帰りしの信号回しで後ろめっちゃ振り向きましたあの気になりすぎて、はい、その想像してたよりいいものができたっていう。そうですね。インナーってパーツ点数って何点ぐらいあるんですかね。点数で言ったら何でしょう、横合わせて後ろもやってるんで、はい、10点ぐらいあると思う。10点ぐらい、はい、そのやっぱ出してよかったって。そうですね。もともとやっぱつや消しの黒い部分なんで、まあ、引き締めるっていう部分では黒もいいんですけど、やっぱりちょっとやぼったい感じがあるんで、まあ、色入ってだいぶカスタム感も上がりましたし、やっぱり全体のバランスとして、まあ、こういうね、外装やった後なんで、かなりバランスよく仕上がったなと思ってます。まあ、外装の方をできてですね、まあ、組み上がるまでそのラインとかも全然わからない状態でその取りに外装だけを取りに行ったじゃないですか、はい、その時ってその預かってもらった時ってどんな心境やったんですか。そうですね、まあ、一発目見て、まあ、こんな感じなんで、まずすごいものが出来上がったなと。で、まあ、その後はそうですね、やっぱりこうラインが、まあ、入ってるんで、はい、車両に組み込んだ時にどういう感じのラインのつながり方になるのかってすごい、楽しみでもあり不安でしたし、まあ組み上げていく途中もやっぱり、まあ、元々が白なんですけど、白とこうちぐはぐになったりとかっていうので、あ、正直、はいはい、そうですよね、はい、言うたら既存のパーツを外しながらつけるんで、そうですね、一箇所ずつが変わっていくっていう感じで、最初途中の時はこれなんじゃこれみたいな感じだったんですけど、やっぱり一個一個こう増えていくうちにバランスが取れて、いいものが出来上がってきたなと思って、もう今はむちゃくちゃお気に入りですね。今回取材受けていただいて本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。